シャチの殺し屋コンビが南アフリカのホオジロザメを次々と殺しまくっている。右舷と左舷の殺し屋コンビとかかっこよすぎて草。サメは最強のはずなんだ。かっけえ。サメさんかわいそう。殺し屋1の双子を思い出した。シャチは最強。で。かっけえな。もったいない食べ方をされているサメさん。こんなことが許されていいんか。肝臓ってそんな栄養あるんか、我慢してレバー食うかな。肝油って知らんかあれのことや。シーシェパードに報告しなきゃ。サメの内臓はアニサキスとか大丈夫なんかな。さすがシャチ様、海の哺乳類を保護したせいでサメさんたち怯えてるわ。シャチの親戚さんドラッグに溺れる。フグ毒で痺れて気持ちよくなってるにゃっけ。せや。ホオジロザメ、シャチに立ち向かった結果。シャーク。そらそうよ。想像よりグロかった。綺麗に食いちぎられとるやん。シャチってそんなに強いんか。海の王者やぞ。海のギャングに喧嘩売るとは哀れ。サメってシャチに怯えで叩かれるだけで即死するらしいな。所詮軟骨魚類やからな。かわいいな、助けたくなるわ。一枚目の諦めた感。人間優しい。助かってよかったね。強すぎやろ。勢い余っちゃったんを。んなとこに立ってる奴が悪い。ここまで章の一部ならプロ意識半端ねえ。見に行くわ。Y ジンベイザメ、今日も優雅にプランクトンをパクー。そのうち甲冑魚や海生爬虫類と同じく絶滅するから平気平気、最後に笑うのはサメよ。サメって割と原始的というか昔から生態あんま変えずに生き続けてるんやったっけ。4億年前からほとんど姿変えずに海の生態系の上位におるんやで。シャチはトルネードと合体できんがサメはシャークネードになれるからセーフ、最終的に宇宙にも来るし。天の子に負けるクソザコなめくじやんけ。ゴーストシャークなら勝てるのでセーフ。メガロドンならシャチカスなんてワンパンやろ。メガロドンの絶滅原因がシャチとの競争に敗れた説があるんだよな。は？やっぱシャチナンバーワン。メガロドンの絶滅は獲物のクジラもライバルのシャチやホホジロザメもどんどん強力になっていってついていけなくなったからとか言われとる。クジラ食うクジラがおったらしいな。リバイアさん、メルビレイやな。ワイは全生物の中でもこの生物が一番好きやで。歯の大きさやばすぎ。これは空想上の生き物なんか？古代の海に生息していた肉食のマッコウクジラや。モービー、リック通り越して、メルビルのリバイアさんとか名付けちゃう中二センス好き。これは再現の絵がずるいわ。実際こんなに大きくないで。シャチの赤ちゃんかわよ。シャチとかパンダとかなんでこんなカラーリングになったんか謎やわ。めっちゃ凶暴やのにめっちゃかわよ。深海魚の道の生物館ホントスコ。美術部が書いたペットボトルリサイクルの啓発ポスターぽいよな。深海にはなぜか体が透明なやつが多い。紫外線でダメージ受けんからやろ。最弱のサメで調べたらクッソ弱そうなのが出てきて草。こんなん釣り針に刺すやつやん。しっかりサメ肌で草。これアイコラやないからな。シャチはアイドルだった。水族館にいるやつは手を抜いてるんやな。助走が十分じゃないんやと思うわ。かわいいんおお。これは水族館のアイドルですわ。これ見たら目は白い模様のちょい下についてるんやな。つぶらでグーかわ。上手クラスのサメとシャチはどっちが強いん？相手にも並んで、シャチに気圧症。ベンカスさん。これ実は落ちちゃったペンギンをシャチがトスで返してるシーンらしいな。シャチさん偶然やでやった。んなわけない。怖えよ。やりすぎだろ。口で解放しすぎやろ。みんなカッパ着てるしそういうアトラクションなんだろ。シーパラの名物じゃん。これ結構有名なのにたまに苦情入るらしいね。自分から楽しんで参加してるくせに水しぶきが強いとかってクレームつける外事音の。やべえだろこれ。めちゃすごいよな。契約交わしてそう。行ったことあるけどシャチ近くで見るとマジででかい。娘が怖がって泣いちゃった。しかも千葉県の端っこにあるからアクセスもめちゃくちゃ悪いのに平日でも人がたくさんいるらしい。ここめちゃ好き。サーフィンの帰りによると楽しい。海の生態系ピラミッドの頂点に君臨してる。事故とかないんか。こんなん食らったら死ぬな。ハエを殺す感覚なんやろな。ほんまかっこええわ。通りすがりに虫けら踏みつぶす感覚なんやろな。A さん何も悪くないのにかわいそうやな。海のドキュンって感じやな。これ遊んでるだけやな。
人間的にはシャチは話せば分かってくれそうだが、ホホジロサメはそうはいかんのだよな。赤ちゃんの頃から白黒なのはあざといな。海を守るいいヤクザやん。生物としての完成度が違うよね。まだショー始まってないし、飼育員さんもいないのにイルカさんたちだけで遊んでるのやばいよね。かわいい。リハーサルくらいするやろ。念入りにリハするとか意識高いやん。ニョルーンって滑ってるのかわいい。練習してるのかただ楽しいのか。練習やんけ。スライドしてインドルやんかわよ。陸上がるのは別に苦じゃないんやな。戦国時代生まれのサメ発見、グリーンランド。ふーん、結構ジジイじゃん。平均寿命270歳ってだけでもすごい。この種類のサメの平均寿命300年って分かったの超最近やで。絶対嘘だわ。シワシワで笑った。戦国の頃から泳いでたんか。応仁の乱後生まれ世代やん。信長知ってるんかこいつ。ようこれでシャチさんの餌食にならんやったな。全身にアンモニアが染み通っててくっそまずいらしいよサメ類。シャチさんはサメさんの肝臓だけ選んで食ったりするくらいやしな。美食家や。オンデンザメは深海におんねん。喋れそう、尋ねに行くと助言くれそう。贅肉によりこんなことになる模様。人間やんけ。中の人見えてもうてるやん。太ってこうなるのかすげえな。これ人魚だろ。誰か入ってるだろこれ。人魚の正体見たり。これは人魚なのも納得。足があるから魚人やん。何この妙な色気。シャチがホホジロザメを餌にし始めた。体当たりし気絶させて襲う。冥界よりの魔物三角形っす。いや魚類が哺乳類に勝てるわけないだろと。気絶して殺されるのか。水中最強の生き物はシャチか。さすが海の殺し屋シャチさん。ホホジロザメ、全長4から 4.8 メートル、体重680から 1100 キログラム、シャチ、全長 4.9 から 6.7 メートル、体重1361から5442キログラム。密度が全然違うから同じくらいの大きさならシャチが圧倒するらしいね。まあシャチの方が普通にかっこかわいいしな。あの流線形ボディは素晴らしい。めっちゃ見てる。水槽の暗黒面に落ちたか。マジで怖くて笑った。あん、おめえ何中よ。雰囲気が邪悪だな。イチャモンつけられそう。ダース、アザラシ。劇画調だな。顔だけゴルゴの漫画よくある。邪悪な顔してんな。アマゾンで溺れてこんなんが周りにいたら。言うてもこいつら魚食じゃん。カンビルやピラニアの方が怖い。アマゾン川の水が汚ねえ。普通の海でもビビるわ。怖い、かわいい。見ると不安になってくる。こいつらは人間に対してはどうなんや？イルカと同じで友好的らしいで。海のイルカに負けて川に追いやられた雑魚らしい。なんか普通のイルカより目が退化してるっぽいな。川のイルカって怖いよな。川になると不気味さます。クジラをタクシー代わりにしているアザラシが話題に。かっけえな。どういうつもりだろう。クジラは2種面持ってないだろ。白タクかもしれんぞ。白タクスクジラ。コバンザメの類ってこういう奴らが進化したんじゃね。新種のコバンアザラシ。器用に乗りこなしてんな。どちらかというとクジラをサーフボードにしてサーフィンしてるように見える。乗るしかない、このビッグホエールに。思ったより大迫力だった。よく避けたな。末路を想像するのは、まさに踊り食い。アザラシなのに無双転生を使えるとは。ドッジボールで最後に一人残ったすばしっこいやつ思い出した。回避率極振りだな。いや、完全に見切ってるだろ。恐ろしいまでの回避率で最後のは一見食われる寸前のようだが、歯のとこをヒレで押さえてロイと薄皮一枚で避けてるな。寝てたらビクってなったんか。こいつら脂肪での絶対防御半端ないから余裕の脳ダメやろ。かわよ。あんなプニプニなのに皮膚結構ゴワゴワだよね。かわいそう。初めて見た。ちらっとこっち見てくるのグーかわ。途中サメに見える。寝起きの愛みたい。これ鳥がサメに捕まってるらしいな。魚雷装備した飛行機みたいやな。サメ映画化決定。サメさん、新しいサメ映画化。サメ小さくない？まだ子供なんやろ。痛そう、コナミ感。これがトルネードシャーク最新作か。鳥はドローン設定機。呼んでも来ないから探しに来たらジンベイザメに食われてた。無修正はやめろ。無残。うちの犬はこたつに食われてたな。かわいい。かわいそう。うわぁ丸のみじゃん。猫ちゃんの大惨事をネタにしやがって。かわいいじゃねえかこの野郎。
完全に腹の中に収まってるのか猫の気配すらわからん。調教されてるクマだとしてもよく子供にこんなことさせるわ。なんジェイミン、ガラスが認識できない。ガラスも知らない土人の方ですか？クマも一緒にジャンプして楽しそう。クマも結構飛んでんな。子供の動画は癒される。なんて平和な動画なんだ。二人とも楽しそうでいいね。ぴょんぴょん可愛いな。エビで鯛を釣るシャチ。賢い。頭良すぎん。何ジェイの平均超えとるやろ。水生の獣は可愛いねえ。早技やな。弱肉強食。食物連鎖。やっぱシャチは最強だな。寝てたんか。ええ、爆睡してたんかこれ。平和ボケすなぁ。かわいい。おっちょこちょいやなぁ。ラッコって毛の密度半端ないんだよな。ふさふさなんやな。こんな犬みたいな奴が水の上で生きられるんか。かわいいなぁ。ほっこりした。ホットカーペットに敗北した猫。そのわがままボディがかわいい。お猫様のためのカーペットですもの。と、隣で横になってもいいですか？ジュル。うちの猫様、電源がついてなくてもホットカーペットで伸びてる、敗北不可避。野生がログアウトしました。あまりの暖かさに立ったまま意識飛んだ猫。これは我らの姿でもある。電源切るとすぐに気づくんだよな。野生はどこへ行った？かわいい。気持ちよさそうな寝顔ですわ。みなぎるやる気、金曜日。にゃんてこった。なんてフリーダムすぎるにゃんこたち。かわいいは正義なので無罪です。障子張り替えた瞬間に近づいてくるのなんで？うちの障子は破られ尽くしてジャングルジムになっている。猫の障子破りは遺伝子に組み込まれてるのかな。猫とは返せよ。誰がその障子を直すんだい。あ、私、主ですね。はい。傍若無病。毎月障子の張り替えできるな。大技食らった時の吹っ飛び方。バックジャンプボタン押したな。思った以上に吹っ飛んでた。カーテン束ねるやつか。猫はびっくりすると時々この飛び方する。飼ってないと知らないかもしれない。タッセルに驚くとはこれいかに。猫、これぞ君。ワイヤーアクション。バクステ。カメハメ並み食らったな。想像の倍飛んでた。自分で引っ張っておいて。さっきまでは猫ちゃんだったんです。本当なんです。昨今、地球温暖化による猫ちゃんの液状化現象が社会問題になっているらしい。これが猫ちゃんなわけないでしょ。猫ちゃん、どうなってるんや。暑いから猫も溶けるよね。猫の融点ってどれくらいだ？骨がどうなってるのか不思議。やはり猫は仮の姿だったか。見事な液状化やな。惜しく立ってるようで実は床に寝転がってるだけの猫。トリックアートみたいに目がバグる。しばらくわからんかった。猫の国は近づいた。ええー、なぁ猫は。ちょっと横になってポーズ取っただけで大受けだもんな。これは百獣の王ですわ。トリックアートだにゃん。この家でここが一番、ひんやり涼しいんだろうな。よーく見てもわからんかった。騙し絵みたいでいいな。